リオン師匠の深釣りボ堀レオン師匠こんにちははいこんにちはこんにちはというより明けましておめでとうございます <laughs> 明けましておめでとうございますおめでとうございます視聴者の皆さんも明けましておめでとうございます今年もレオン師匠の深釣りボ堀引き続き続けていきますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします新年一発目の お題なんですけれども、うん、今日はちょっと釣りというよりですね、釣り具業界に関係してくる質問になります。はい。ズバリですね、うんレオ、レオンさんはどのように釣りの仕事に疲れたのでしょうかメーカーのモニターやテスターになるためのポイントがあったら教えてください。ああです。ああ、なるほど。これも過去によく聞かれたな、さんざん。<laughs> うん、聞かれたからね僕の中に答えがあるのあるのもうすでに <laughs> あなるほどうんなるほど、うん、どっからお話ししようかな、うん、じゃあまずはそのご質問の内容に沿って僕がどうして今の立場っていうか位置というかにいるかですね、はい、これはどうやったかじゃなくてあの,あの経緯 経緯だけをお話した方がいいですねそうですねお願いしますはい。まずねあのー、別にそのテスターになろうとか意識したことはね、えー、当時から全然なかったんですよはいうん、えー、経緯でお話しするとね僕は17歳で、えー 日本で、現在でも、過去でも、現在でも、日本最大の釣りクラブである、全日本サーフっていう、はいうん、こういう組織にね、17歳で先輩に誘われて入会したんですね。え関西の方はね、ご存知かも分かりませんけど、釣りサンデーというね、釣り雑誌がありました。そこの、社長もね、後になさった方で、小西和人さんという名人がいたんですけど、まあ、そこに指示を受けました。これが17歳から始まって、 どううだろうなな25歳ぐらいまでかなで今度は次にね20代の前半中盤にかけて広島のね釣り仙人と言われる木原義雄さんというね名人のに指示を受けることになったんです。でこの木原師匠が開催してたのが、えー、大正時代にその歴史の源を持つね、えー、広島竿釣蔵だ。 だうんこれ大正時代はねあの広島県庁会研究の件に釣りね、えー、広島県庁会が後に木原名人が後継ぐようになってその時点で広島サウズ釣りクラブリールをつけない延べ竿だけで釣りましょうというクラブに入会したわけおいいですね <laughs> うんそこでまあ僕はもうね178ぐらいから 何度もいろんなねあのライブなんかでもお話してますけども、渓、えー、流のから始めたわけす、るアーフィッシングは。ではい、それとは別にもっとその釣りの奥深いところをねあのきっちり自分なりにお勉強したかったので、えー、全日本サーフにも入りで、全く毛色が違う、ジャンルが違うその広島サオ釣りクラブというねクラブに所属してたんです。そうすると 師匠ととか先輩たちとね、お手伝いい。をすするわけですよ。はいえー、師匠や先輩たちがそうだな3社くらいの釣り竿メーカーさんからあのオファーを受けて、はい、メバル用の延べ竿作りのね、えー、監修開発に携わってたんですよ。はい、でそのお手伝いをしてましたまず。 それから、その古い時代のクラブですから、結構、あの新聞新聞に連載コーナー持ってたりしたのね、クラブ時代が。ななるほどなるほどなるほどど <laughs>、まあ、あのー、中国新聞というね、えーにちえー、広島県を中心としたところしかない中央新聞ですけど、中国新聞に連載コーナーがあって、そこにちょいちょい、あのおい、書く、お前も書いてみろ、のこと言われて、書き始めた。うん ここの辺がスタートかか根っこかなそうすると<ー>その新聞に記事を書いてる各匠っていうのがいるなっていうのを、まあ、た例えば広島市内の釣具店さんも知ることになるじゃな、ねはいそこからスタートしたんだよでいろんなメーカーさんからあの25303540となる間にいろんなお手伝いのお話来ましたよ。 完全に裏方ね、だからその当時は、うん。ちょいちょいそういうリグであるとか、竿であるとか、針、糸に関わるようなお手伝いをちょいちょいしてました。まあ、これがまずきっかけだと思ってください。はい。で、えー、結局その延長線上である年に、えっ、ー、と、 2000年かな ?2001 年かなちょっと正確に覚えてないんだ僕は。<laughs> 2001、2年ぐらいにそのブリーデンさんから声がか,かりがあったわけですよ。手伝っていただけませんか、うん、ということで。うん、いきなりその何にもなくてブリーデンさんが僕に声かけてきたわけじゃないよね。うんなるほど。その前の十数年の歴史があるわけですよ。うんうん、メバルで 誰かいい人いませんかっていうような話だったんだろうと思うのよね、僕の知らないところで。うん、そしたら、ああ、賀来さんっていう人がいるよっていうのを、釣り具屋さんがブリーデンさんにその伝えたわけです。なるほど。まあ、当時、ブリーデンさんだけじゃなくて、もう実を言うと、もうすでに何だろうな、えー、っと、まだブログが始まってない時代の話なんだよね。ああ、そうですよね。はい、うん ブログがなくて掲示板というものが世の中にあって、はい、でまあその前に当時ホームページっていうのは個人で持ってらっしゃる方はまだまだ少なくて、うん、企業のホームページばっかりの時代だったんだけどその中でも、えー、自動車の松田関係の方で。 でそのコンピューターが得意な釣り師さんがおられたんです。<ー> <laughs> でその方は延べ沢でメバルの名人クラスだったんです。なるほどでこっちもお得意だということであのご自分でホームページ立ち上げられてて、うん、それがあメ,メバル釣りメバルなんとかって忘れちゃったらホームページだったのね。でそこに僕が顔を出したりしてるうちにあのー。 レオン師匠というふうに呼ばれるようになっちゃった。お<ー>という経緯があって初めてそのいろんなメーカーさんが僕に声かけてくるようになったわけですよ。まあ、徐々に徐々に目立っていったってことかな。うん、ことメバルに関しての話なんだけどね。<laughs> なるほど <laughs> うんで、えー、いろんなメーカーさんからお声がけいただく中で僕はねお断りしてたんです。申し訳ないんですけど。 あそううなんんですね、うん、ほとんどもうどことは言いませんけども大手さんから、えー、初めて聞くお名前のブランドさんまで実写ぐらいお声掛けいただいて全部お断りしてたんですけど、えー、ブリーデンさんからの誘いはねちょっと特殊特別なものがあって<ー>もう簡単に一言で言うとその。 各さんが欲しいと思う竿を使いたいという竿を作らせてくださいというおっしゃり方だったんですよ。ああなるほど。そんなすごいことを言ってもらえること自体がもう釣り人とし,してはもうなんだろうな最上級のある種名誉に近い喜びがあるよ、ねうん、え俺なんかに、ね、そんなこと頼んでくるんだって思うじゃんまず。 うんうん、まあ時代背景があるよねそのメバルはめちゃくちゃやり込んでてなおかつルアーでそれをやるアングラー自体が少ない時代だから、うん、だからそこのラッキーさがまずあるね、うん、なるほどだからまあそこもあって、えー、そういうご縁をいただいたということですよ、うん、なるほどだからはっきり言ってその参考にはならないよね ここまでの話は <laughs>。<laughs> そうですね。まあ、そのやっぱり、レオン師匠のその積み重ねと、あと、人の出会いとみたいなもんで。うんただね、一つ参考になるとすれば、それはやはり、えー、今の時代じゃないよ、当時の話だからね。僕、まず釣りクラブ、有名な釣りクラブに所属してたということです。うん、3つ所属してたんだよ、正確に。あごめん、4つだ。<laughs> さっっき言ったその <laughs> えー、投げ釣りで全日本サーフ磯釣りで荒磯クラブでもう一つはね林林会というのがありました林林会さんは堤防の釣りが多かったんね、はい、でそれに続いて広島サウジクラブという野沢クラブ、うん、結局今振り返って思うならばこの4つのクラブに入ってればこそいろんなところから引き合いが来るわけですよ うんそ,そうですあのー、関西系の釣り雑誌からそのまず原稿書いてくれないかとかレポートくれないかというお話が来ますよね、うんそ。そこの積み重ねでしかありえな,いなるほど。うん、だから今僕が言ってたような話はげあのー、現代においてはちょっとなりにくいかと思うんですけど。 そうね、置き換えて考えるならば、えー、やっぱりねそのメーカーとつながりが持てるポジションにどれだけたくさん露出してるかがすごく重要な気がするけどねうんなるほど、うん、見つけてもらうっていうのも大事ですよね見つけてもらうっていうのも大事だよね、うん、例えばメーカー主催の釣り大会があるじゃねはいはいはい、うん、そういうところで 好成績を立て続けに出すと確率高くなるよねうんこれ一つの例として分かりやすいから本人も承知してる話ですから、まあ、言ってもいいと思うんですけどエギング界の貴公子と呼ばれて今じゃもうエギング界のもう超ベテランのもう重鎮に年齢的にもなりかけてる今の大和の山らっぴ。 はい山田博人さん、<laughs> 山ラッピはですね、えー、関西のエギング大会に毎回顔を出して、えー、優勝したりとか、準優勝だったりとかをね立て続けにやったのね、お<ー>これがあのブリーデンさんというメーカーの目に留まって、あのフィールドスタッフやってくんないみたいな話になったわけです、流れが。なるほど あもうこれなんかもうはっきりしてるよね。出た、その、なんていうのかな、出自というか。うん。うん、それからね、もう一つ、その、ラップちゃんの例で言うと、えー、そもそもエギングを広めた張本人である茂見則弘さんがいますよね。はい。繁美さんにしょっちゅうつくっついて歩いてた。<laughs> なるほど。これもね、やっぱりその、メーカーさんからいとめられる大きな要因になってんじゃない うんうん、僕は僕でね木原師匠だったり小西和人会長だったりでラプチャーの場合だとそういうまず大会に出て優勝していったのがあるよね。うんうん、まあ僕もねあの当時メバルの大会出てたんです広島のねお店,お店開催のメバルの大会だけどあの自慢してるんじゃないんだけど自慢になってしまうってごめんなさいなんだけど。 え初回1年目2年目優勝で3年目が準優勝ぐらいです。ね。こういうのもね一つは大きな何だろうなエポックになると思うんですよメーカーから見た時に。そういうチャンスがあれば積極に出るということと今そうね今僕が言ってる話ってその現代の釣り事情にあまり合ってないんだよねどう <laughs> 今だとよくあるのが、やっぱ SNS で目立ってる人とかありますよね。そういうことになってくるでしょ。うん、となると、今の時代、メーカーテスター、メーカー、えー、フィールドスタッフになろうとしたときに、どういうつながりでなってるかっていうのは、1つは SNS っていうのは、もう久ベーが言った通りですよ。うんうん、で、これ、質問者さんの内容は、どうしたらなれますかって話だよねそうですね。 まず僕がね、この問題に関して一番思うのは、これはあのどうした方がいいですよって話じゃない、僕が思う。えーはい、僕自身が、その僕はね、メーカーのモニターっていうのをやったことないわけね。あ、うん、なるほど、なるほど。最初はその裏方さんでものづくりのお手伝いをしてた。それから、もう明確にブリデンさんなんかの場合は、そのメバルロットの監修をしてくださいという話。だから、いきなりものづくりに参加したわけなんですね。うん でいわゆるテスタって世間的なテスターって言われてますけどテスターでも何種類もいるんですよ。はい、やたら釣るのが上手だから、えー、メーカーさんから壊れてテスターになった人と、えー、ルアーどんなルアーを作ったらいいかルアーはどうだこうだっていうそこの知識と技術がものすごく濃い方とか竿がよく分かってる方とかもうジャンルの先頭を走ってるとか、まあ、何かがない限り基本的にメーカーから声はかからないわけですよ。うん まあ、ともあれ、僕はその立場でやってきましたし、今はメーカーを運営する側、経営する側で、えー、立場にいますから、僕は両方の気持ちが分かるのね。うん、この両方の気持ちが分かるということを踏まえて、えー、質問者さんの質問にお答えするならばですね、僕はね、一番大事なのは、そのメーカーに対する愛着だと思いますよ。 おーなるほど、うん、これなしに、えー、メーカーテスラだとかフィールドスタッフになってもねうまくいかないですまずは好かれることが第一ですよねメーカーに好かれるような、えー、対応言動、うんうん、ここはすごく重要でストアイベントあるじゃないはい 店さんでイベントやってますよねはいその時に a、えー、そのメーカーに携わる人でまあ目立ってる人有名な人うんあるいは僕なんかほとんどストアイベントの顔出すのでまあメーカーの社長自身がもういるわけだよねそ,うそこに、うん、目の前にいらっしゃいますね <laughs> それ最大でチャンスじゃない <laughs> そうですねあと sns 全盛期だからこそ その直接顔を合わせられる場っていうのは逆に重要ですよね、うんそうん、だからそこをね積極的に出るべきだよね、うんうん、で案外ね僕なんかの立場からするとまあよそのメーカーさんのことはちょっと分かんないんであくまでも僕の観念で話しますよはい、うん、やっぱストアイベントなんかで積極的に話しかけてくる人で話が上手で対応が非常に人間的にも素晴らしくってうん なおかつあーこの人釣りよく分かってんなーとかあこの竿のこんな俺たちでないと中の人間でしかわからないことが一発で見抜いたとかさ、はい、そういうことがあるとおっと思っちゃうわけですよあー確かにあーこの人いてくれたら今後のそのプロダクトにものすごく大きな戦力になるなとか、うん、そういうことを感じさせてくれるとこっちから声かけちゃうよねうーんなるほど うん、実際、今のうちのスタッフの中には何人かいるもんね、そういう人が。だ、はい、から大きなチャンスはね、やっぱり直接会える場所にいかに顔を出して、そこでその押し付けがましいんじゃなくて、本当に、なんだろうな、ス,スムーズにそのアンドラとしての魅力を自分がそこで伝えられるかどうかっていうのが、一番僕はきっかけとしてはでかいんじゃないかなと思うよねうんそうですね。うん そうでなければ、一般的なやり方としては、最近よく、うちもやインクスでもやるんだけど、いろんなメーカーさんがあのモニター募集ってやってるよね。はい。これも一つのきっかけではあるよね。うん、うん、なんだけど、単純にモニターになったから、そこからこうある意味、ステップアップっていうのかな、はい、そのオフィシャルなスタッフになれるかってったら、それはめちゃくちゃ甘いね、考え方はね。おなるほど。うん あくまでもモンタリング活動で、一般の消費者の方たちがその製品を使って、どういう風な印象を受けるのか、どういう結果を出してくれるのかという、まあセールス、マーケティングなんだよね、ある意味ね、メーカーから見ると。うんうん、だからそれはフィールドスタッフ、つまりテスターと呼ばれる枠とはもう全く次元が違うというふうに、なるほど。 うん、だからそこをねまずごっちゃりしないことただモニターになれば近づくよねメーカーに <laughs> そうですねはい名前も住所も電話番号も全部メーカーが把握するわけだから、うん、だから一つ扉は開けるよねそこで、うん、開いたらそこからどうするかっていうのはさっき僕が言ったことに立ち返らないといけないよねうん やっぱりそのブランド愛であるとかそ,のそこの製品に対する愛情をきっちりあの伝えないと無理だよね。そうですね。うん、とあともやっぱり熱心であるということをどれだけあの実態を持って表現できるかっていうのが大きいかな。うんなるほど。うん、それと、えー、モニターを募集するのは 90%もう 100%SNS じゃないそうですねはいここで <laughs> 注意事項がある普段からその SNS で、えー、のちゃんとしたなんて言うんでしょう振る舞いなりそう振る舞い、はい、SNS 上の振る舞いを日頃からちゃんとしてないとまず難しいですよ、うん、今みんな チェックしますもんねメーカーはすごいチェックしてますよ、皆さん、気をつけないと。<laughs> うん、常に見られてると思った方がいいんじゃないかな、今の時代ね。あと、何があるんだろう。あのここのこの今回のテーマの一番難しいところはね、えーこの、まずモニターとテストは一緒にしてる段階でちょっと難しいんですよ。 ああなるほどなるほどうんもう一回言っときますけどメーカーである僕からした時にモニターさんとテスターさんとは全然あの意味が違いますはい、うん、てテスターさんっていうのはもうオフィシャルに公式に表に出てもらう人たちなんでうん、うん、モニターさんから始まってそこになった人もいるのはいます、うん、でも確率低いよねものすごくうん オフィシャルスタッフはそうじゃなくてもっと人間関係で始まってるね。うん、なるほど。うんあの。例えば身内からの紹介で賀さんこういう人がいるんですよって,ってこんなこんなこんななんですよって,ってとこから始まってるケースがうちの場合で言えばほとんどかな。うん、でも近しいほしのメーカーさんで見てもねやっぱりメインで活躍しておられるオフィシャルなスタッフさんたちは。 ほぼそうですよ。でも、うん、モニターからうんうんとなるとまず SNS からスタートしてるってのはほぼほぼ間違いない事実なので、えー、これは SNS 上での日頃の活動内容が問題になってきますよ。うん、一番大事なのは頻繁に SNS で釣りの、えー、内容をアップロードしてるかどうかです。 めったにあげない人より毎日のようにその釣りに関わることを SNS で書いてる人発信してる人写真がやたら上手、うんえー、いつも自分で動画を撮ってるこれもねあのそうだなここちょっと大事だね結構僕なんか今はそんな目で見てること多いね、うん、自撮りの動画なんかで綺麗にうまく撮って、うん、自分で編集して 例えば YouTube なんかにも上げてる人 YouTube でなくてもインスタグラムなんかでしょっちゅう動画上げててそれがなかなか見てても素敵だよっていう人はメーカーにとってちょっとなかなかねえがったい戦力になる可能性高いよねうんそうですねうんそういったことも重要な要素かな少し振り返って話をまとめると僕らの時代とは ききっっかけがずいぶん変わってきてるねキーーさん <laughs> そうですねいきなりオンラインでこう出会って始まるっていうのもありますし、うん、もう僕らの時代はさ新しいジャンルを開いたやつはそのジャンルのまず表舞台にまず立ったよねどんどんって、うん、でもそれってもう今から先難しいよね そうですね釣りもいろいろ成熟しているというか、マーケットがもうなかなか残ってないよね、うん、ジャンル自体そうすると、例えばあた、ジャンルじゃなくても、新しい情報でめちゃくちゃ釣るとかさ、うん、突然あの、関西からめちゃくちゃ、チヌもフリーリグかな、直リグかな、どーんと釣るようになって、有名になった方いますよね。うん だからそういうスタイルもありだよね。うん。すでに出来上がってるジャンルでも、例えばシーバスだったら、シーバスの世界ではあまり使われなかった、ちょっと大きめの美濃のジャーキング。<laughs> はい。このジャーキングでやたら釣るっていうんで、パッと有名になった人もいるよね。うん、うん。要するになんか、その自分ならではの技を身につけるっていうのも、 目立つ手法としては、ものすごく有効なんじゃないかな。うん、そういう観点で物を考えればね。まだまだたくさんあるのかなとは思いますね。うん、今回のテーマはね、なかなか難しいです。<laughs> はい。で、いろんな要素がありますから、もうね、本気で考えている方は何度も見直してほしいんですけど、要約して最後に僕が申し上げることがあるとするならば、やっぱりね、愛情です。 メーカーであるとかブランドであるとかそこの製品に対する愛着がね何より一番強い原動力になりますしそれが結果的にそのメーカーさんあるいは、えー、採用する側にいる人たちの心に響きます響かないとダメです釣りがうまいだけでもダメです、うん、釣りがうまい人はねごちゃまんと言いますで、うん、よくあるのが僕は釣りがうまいから 当然だろうみたいに思ってる人をね、めちゃくちゃたくさん見かけました、この20年でも。なるほど。でも、メーカーが欲しがってる部分はそこじゃない。うんそこじゃないからね。<laughs> そこをね、あの、しっかり考えましょう。はい。はい。ということで、えー、今回に対するお答えはそんなとこでいいかな。ちょっと難しかったです、<や>正月早々。はい。 なかなかこういうテーマあの番組じゃないと聞けないことな気がするので、とてもいい動画になったんじゃないかなと思います。うまくお返事できませんでした。すみません <laughs>、うん。視聴者の皆さん、えーと、この動画に関する感想とか、また、レオン師匠によりもうちょっとこういうのを話してほしいっていうのがあったら、ぜひコメント欄までお願いします。そして、あのこの動画面白かったよっていう方は、ぜひ グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、リオンシンジョ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃまたね。